マリーと妹シャルロット、ニコラ・フーシェが、マリード・ロレーヌは、ブルボン朝時代フランスの貴族女性。モナコ公アントワーヌ・一世の妻。フランス王室級社長の職にあったアルマニャック伯、ルイとビルロワ元帥の娘カトリーヌ・ドヌフビルの間の14人の、このうちの9番目として誕生。一家は、ギーズ家の末裔であり、フランス宮廷では、プランスエットランジェの行為にあった。 独身時代は、アルマニャック姫と呼ばれた。ルイ14世王の遺向で、モナコ公の警視はランティノワ公爵アントワーヌとの縁談が取り決められた。二人の婚姻契約は1688年6月8日に成立し、5日後の6月13日、二人はベルサイユ王室礼拝堂で、旧廷主祭長、ピエール・デュ・カンブド・コワランの指式により結婚した。二人の婚姻契約の際、 ルイ14世は、両家の身分の釣り合いを取るため、花婿、ガワグリマルリ家にもプランセエトランジェの身分を認めると、した。マリーは、その際だった美貌で知られた。マントノン夫人は、王国中で、最も魅力的な女性の一人と、ラファイエット夫人は、王国のご婦人方の中で、最も洗練された、浮気女と評した。サンシモン公爵は、以下のように書き残した。 バランティノワ公爵夫人は魅力的な若い女性で両親に甘やかされ、ロレーヌ家の周辺に出入りする宮廷人たちの注目を浴びて育ち宮廷で最も華やかな若者たちの主たる羨望の的になっていた。彼女の夫は非常に繊細にも妻より優位に立つことができないと自覚していた。1692年、夫の公爵は従軍中にマリーを 実家のモナコへ連れ帰った。このモナコ滞在時、彼女は、ー都のモナコ公、ルイ一世から性的に誘惑されたと主張し、スキャンダルとして取り沙汰された。おそらくこの出来事が理由となり、翌1693年には、パリへ戻ることを許された。1697年には、公爵夫妻は再び、モナコへ戻った。夫が1701年に、モナコ公くらいを継ぐと、 マリーもモナコ皇妃となった。夫妻には男子がなく、最年長の娘ルイーズ・イポリットが父の後継者と決められた。夫はやがて彼女に隠れて不定を働くようになり、多くの私生児を設けた。夫婦は家庭内別居しており、モナコ公はジャルディネットと名付けた屋敷に愛人と住み、マリーはモンデゼールと名付けた館に住んだ。 夫婦関係は不幸ではあるが平和的だった。1712年以降、マリーはモナコを離れて頻繁にベルサイユ宮廷に顔を出すようになった。1724年、末娘の縁談を進めていた矢先に50歳で亡くなり、モナコの聖ニコラ大聖堂に葬られた。ウィキメディアコモンズには、マリーとロレーヌに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。